ラグ。こう広いとトイレ行くのも楽じゃないぜ。ギリギリだったらアウトだな、これ。あ？誰かいるのか？はあ、変だな。確かにさっき黒いもんが。うん、うん、とかいけねえ、トイレトイレと。困ったね。今日のご飯もなくなっちゃったよ。やっぱり決めつけるな。 わしは違う違う、いや絶対違う。そういえばアキラ、お前夕べこの辺りをうろうろしていたな。違う、後悔だ。俺はトイレに来ただけだ。トイレは向こうの廊下よね。なんでこんなとこにいたわけ？それはこの辺りでなんか黒いもんを見つけて。そうか、あの黒いもんが犯人だ。きっとそうだ。ふざけるな。そんなたわごと誰が信じるか。兄ちゃん、往生際が悪いよ。正直に言えば逆さ釣り3日間ぐらいで許してもらえるかもよ。白状もんの。アキラ、貴様よくも暁の食欲を。わしらの飯まで食っちまうとは、ええ度胸しとるのあれ。ん？え？何の話だ？とぼけるな。お前がやったっていう動かぬ証拠があるんだ。見てみ、あけぼのと暁の食料庫に仕掛けた監視カメラの写真や。なんじゃこりゃ。どう見たってあんた以外に考えらんないわね。やはりそうか。父ちゃん情けなくて涙が出てくら。俺は知らん。最低、私信じてましたのに。だから俺じゃねえって。なんだよ、そんなに俺が信用できないってのか。てめえら。わかった、お前らがそういう態度なら俺にも考えがある。こうなったら俺の手で真犯人を捕まえてやるぜ。キラ、このカムイケの恥さらしめ、このまま無事に逃げ切れると思うなよ。行くぞガン。確かにこのままあいつを放っておいたら示しがつかない。俺たちも後を追うぞ。追い詰められた奴は何をするかわからないからな、気をつけろ。どうした？別に。やだ、私ってば何意識してんのよ。確かに裸見られたことはあったけど、あれは不可抗力だし。それに私はアキラのこと気にしているのか。何言ってんの、私は別にあいつのことなんか全然。誰だ。
ということは夢じゃないということは、いやしずくちゃんと二人っきり、これも兄ちゃんのおかげ、ちょっとだけ感謝するよ。どうしたの？顔真っ赤だよ。そんなことないよ。ん？熱でもあるの？おでこくっつけてみて。しずくちゃん、それってまさかオーケーってこと？そうだね、そうだね、そうなんだね。犯人は必ず現場に戻る。見てろよ、必ず捕獲してやる。あ、アキラ様、どうしてこのようなこと。女を泣かせるとはどこまでも最低な男だな。ほんまや、クロマちゃんがどんだけ心配しとるか分かっとんのか。アキラ様、そんなにお腹がお好きでしたら私が何とかいたしましたもの。でかしてどないすんねん。あの男はしてはならないことをしてしまった。私の愛するお友達、お魚ちゃんたちを一人で無造作に食い散らかした。ケイザ、ヨシロ、トシキ、お前たちの仇は必ず取ってやるからな。だから食料の魚にいちいち名前つけるんやめえな。誰だ？なんとか巻いたかな。うわっ見つけたぞ、アキラ。親父、さすが艦長、アキラの居場所などお見通しでしたな。ゴーン、お前まで俺を疑ってるってのか。さあアキラ、食い物の恨みは山よりも高いことを体で教えてやるわ。ふざけんな、俺は何もやっちゃいねえ。息子の言うことが信じられねえのか。おとりも移動、距離を。危ねえじゃねえか、鼻くそ親父。でやビクソン息子。前々から見損なっていたが、今度という今度こそ本気で見損なったぜ、クソ親父。わしなんかお前が生まれる前からとっくに見損なっていたわ。なんだとは。なんじゃい。誰だ、出てこんかい。まさか。レイコ、レイコ、ダメだ、壊れてる。レイコ、ドン、行くぞ。レイコ。